ピエール・デュモンはフランスの画家である。1912年のセクション・ドール展の出展作、ルーアンの聖堂パリ5区で生まれた。父親は自然科学の教師で1887年にフランス北部のルーアンの高校に赴任し、デューモンは少年期、青年期をルーアンで過ごした。ルーアンの高校に進み、この高校では画家になるマルセル・デュシャンとロベール・アントワーヌ・パンションと、 クラスメイトになった。印象派の画家、ジョゼフ・ドゥラトルが1895年にルーアンに開いた自由学校にパンションラと参加し、1907年にパンションラと美術家、グループ30人会を設立し、1907年にルーアンでグループ展を開いた。1909年にはノルマンディ現代美術協会を設立し1910年からグループ展を開き、 1911年にはパリでも展覧会を開いた。デュモンを含むこのグループのメンバーから多くがキュビスムとの関連で重要な1912年の展覧会セクションドール展に出展した。デュモンの初期の作品はフィンセント・ファン・ゴッホやポール・セザンヌに影響を受けたスタイルであったが、セクションドール展に出展した頃からジャック・ビヨンの影響を受けて、 キュビスムの作品を描いた。1912年10月にピュートーグループが出版した美術雑誌セクションドールに記事を寄稿した。当時の前衛的な芸術家マックス・ジャコブ、アンドレロート、フアングリス、フランシス・ピカビアラらと親しくなり、1910年代後半にはパリに移り、1925年からはパリ、モンマルトルの有名な集合アトリエ、 選択船で活動した。1927年頃、病気の発作で右手の機能に障害が残り、精神的にも不安定な症状に悩まされることになった。1936年にパリの病院で死去した。ありがとうございます。